多くの皆さんと共に考えたい、そして変えていきたい。みんなの声で政治を変えましょう。一番近い人たちからさえまずは理解がされない。特に母があんたを赤にするために産んだんじゃないと。高校2年生の時に 9.11 同時多発テロがあって、で戦争しないって言ってる国が人の国が起こす戦争を支持するっていうのは本当に許せなくて、アメリカの億万長者の上位25人が所得税ほとんど払ってない。もう一段伸ばし、今が歩かれない。いや歩かれない、何時だと思う。共産党、私にとって何かって言われると、まあ生き方かなっていうふうに思います、うん、この年表にずっとやってるとね、50年60年かかっちゃうからね。誰かがいじめられてます、じゃあ手を挙げるのって僕いじめられてますっていう人が手を挙げるんですかと。違うんですよ、見てるやつがおかしいって言わなきゃダメなんですよ。議員さんが電話くれる、やっぱり話ちゃんと聞いてくれる、俺それだけでいいと思うんだよね。全ての家族の在り方は自民党が決めるんじゃない、国家が押し付けるんじゃない、私が決める、それぞれが決める。ほかれぼっちします。非常にやろうね、まだ。